はい、プレボールどうも野球人です。今季 DV で出場停止、最速167キロ1、第2のオスナがロッテ入り、ジミー・コルデロということでございまして、今回はですね、ロッテの新助っ人じゃないかというね、噂が立っているリリーバーをご紹介していきたいと思います。まあ今シーズンね、 DV 規定に引っかかってしまっていた選手ではあるんですが、メジャーでねしっかりと投げていた選手でございます。まあかなり能力自体は高いっていうところもありますし、もし実現するのであれば、まあ第2のロベルト・オスナじゃないかみたいなこともね言われているぐらいでございます。ではまずこのジミー・コルデロ選手、どういう選手なのかというところしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。ジミー・コルデロ、2012年アマチュア FA で MLB 入り、出身地はドミニカ、1991年10月19日まで32歳、193センチ、106キロ、ポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。平均が約159キロ。まあ、とにかくこのコルデロ、めちゃくちゃ速いということになっております。まあ、平均が159、8くらいね、フォーシームで投げるということでございますので、まあ、メジャーでも本当に最上位クラスに速い球を投げれる選手ということになっております。で、球種はスライダー、シンカー、チェンジアップなどをね、今シーズンは主に投げておりました。コルデロは、ブルージェイズのマイナーでキャリアをスタートさせると、様々な球団を渡り歩き、2018年にナショナルスで MLB デビュー、その後はブルージェイズ、マリナーズを経て、ホワイトソックスに移籍し、2年連続30試合以上に登板と実績を積んでおりましたが、2021年の3月にトミー・ジョン手術を受けたため、全休となり、オフに FA となるとヤンキースとマイナー契約を締結。そして今シーズン、MLB 復帰を果たし、リリーフとして活躍を見せておりましたが、7月5日に DV 容疑でシーズン終了まで出場停止処分を受けていたということになっております。はい、このコルデロ、メジャーで2年連続30試合以上に登板して、まあこのままブレイクかというふうに思われていたんですが、まあただ一昨年の3月にトミー・ジョン手術を受けて、そこからね投げていなかったんですよね。でヤンキースに行って復帰してた今シーズン、まあまあ上々の活躍っていうところであったんですが、まあただね、7月に DV 容疑、シーズン終了まで出場停止で、これに関してはですね、詳細が明かされておりません。まあでもこう結婚しているみたいなね、情報もあるんで、まあもしかしたら奥様にみたいなところも言われていたんですが、まあどうなのかなと。で、そんな中、11月6日にヤンキースから自由契約、処分は来期から明けるんですが、まあ今現在フリーの状態。で、ドミニカウィンターリーグで投げているっていうところもありますんで、実戦には復帰しているということになっております。で、そんな中今回、ロッテ入りの噂ということでございまして、で、まあ噂の理由としては、まあ今回も、インスタフォロー案件ということになっております。コルデロがロッテの公式インスタをフォローしているというところで話題となっております。まあやはりこう FA のタイミングでこの選手がフォローしたっていうところは、やっぱね、こうロッテが接触を図っているのではというところで注目されております。まあインスタフォローに関しては、そのまま入団というケースもあるんですが、まあ何にもないっていうこともあるんですよね。こう売り込みとか、そういうことじゃないかっていうところではあるんですが、ただやっぱこのクラスの選手がね、フォローしているとなれば、まあ何らかの接触をね、図っていると考えてもいいのかなっていうふうに思いますし、まあ当然注目を集めているということでございます。ではこのコルデロ、成績の方もね、見ていきましょう。はい。では成績ですね、見ていきましょう。MLB の通算では114試合で6勝7敗。21ホールド、115.2 イニングで、防御率が 4.36、奪三振率 7.70、与識率が 3.27 という成績になっております。MLB ではね、大体100試合ぐらい投げておりまして、まあちょっとね、トミー・ジョンもあったんで、なかなか実績っていうのは詰めていないんですが、まあそれでもまずまずの成績を残しております。で、今シーズンですね、MLB では31試合で3勝2敗、8ホールド、32.2 イニングで34奪三振、防御率が 3.86、奪三振率 9.37、与識率が 2.76 という成績になっております。まあ今季はトミー・ジョンから復帰して投げておりまして、まあ防御率は3点台後半ではあるんですが、ウィップは 1.07、奪三振率9点台、与識率2点台ということになっておりまして、まあスタッツも抜群、まあ DB 規定に引っかかってしまったってところではあったんで、まあシーズン半ばの成績ではあるんですが、まあまあそれでもね、多分1年間通したら、立派な成績にもなっていたんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ本当その辺はもったいなかったんですが、まあまあでもね、ここまで MLB で投げれていたっていうところは1個あります。で、トリプル A の通算も素晴らしいですね。100試合で9勝5敗、12ホールドで19セーブ、119.2 イニングで防御率が 2.56、奪三振率 10.30、与識率 3.61 と、まあ安定した成績残しております。で、今シーズンね、DB 規定で後半は試合に出れていなかったんですが、ただまあドミニカウィンターリーグで復帰、12試合で0勝0敗、5セーブ、11.2 イニングで防御率が 2.31、奪三振率 8.49、与識率が 2.31 という成績残しております。まあ、無双っていうほどではないんですが、いい成績は残しておりますし、投げていなかった期間っていうのは、あまりね、心配いらないのかなというところでございます。で、総評見ていきましょう。最速 167.7 キロを誇り、そこに関しては、エクステンションとともに、MLB でもトップ級です。まあ、やっぱね、彼、とにかく速いです。まあ、アベレージが158球出て、最速が167キロっていうところでございますから、
もう本当ね、一番の魅力っていうのはその辺かなと。で、エクステンションですね。まあ、ここも非常にいいっていうところではありますので、まあ、相当ね、打者は打ちにくいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただ、フォーシームじゃなくてね、シンカーを軸に投げるピッチャーのため、ゴロ率が非常に高いグラウンドボーラーでもあります。まあ、バンバンフォーシームって感じじゃなくて、まあ、シンカーでゴロ打たせて、決め球であるスライダーっていうところ、これでまあ三振を取るんですが、今シーズン MLB で K パー 43.2% を記録しております。まあ離脱前もね、このスライダーは非常に高い K パーを記録しておりましたんで、まあ精度は抜群です。まあ今年はもうね、この2球種でいろいろ構成はしていたんですが、まあこのスライダーが NPB でも使えるようであればね、相当楽しみかなと。で、来シーズンで言うと、まあ2021年にトミー・ジョン手術をしておりますんで、まあ手術明け3年目っていうところにもなります。まあ、仮に NPB に来ることになれば相当活躍できる可能性はね秘めているピッチャーになるんじゃないかなっていうふうには思いますので、その辺をね踏まえればやはりねこう期待値は助っ人トップ級になってくるのかなっていうふうに思います。まあやっぱね今年のスタッツが非常に良かったっていうところもございますし、まあ普通であればまああっちで契約あるぐらいの選手でございます。まあその選手をね引っ張ってこれだとなれば、まあまあこうセットアッパー候補、クローザー候補に据えてもね全然おかしくない選手かなっていうふうに思いますが、はい、まあそんなねコルデロでございますが、ロッテの助っ人事情ですね、この辺も見ていきましょう。はい、ではロッテの助っ人というところを見ていきましょう。今シーズン、ね、ピッチャーは3選手いました。メルセデスが20登板で 116.1 イニング、4勝8敗、1セーブ、防御率が 3.33 という成績になっております。勝ちはねそこまでつかなかったんですが、まあ、100イニング以上投げてくれていたというところもあって残留が決定。で、ペルドモが53登板 50.2 イニングで1勝3敗、41ホールド、1セーブ、防御率が 2.13 と、まあセットアッパーとして活躍してくれていたペルドモ、タイトルもね受賞っていうところでありまして、まあファン的には残留してほしいっていうところではあるんでしょうが、まあ今回ね自由契約ということになっております。で、カスイオが12登板で49イニング3勝3敗、防御率が 3.12、 KBB が 11.33 と、まあ後半ね非常に良かったカスイオ、まあただ彼もね契約がまとまらず、とりあえずまあ自由契約ということになっております。まあここからの交渉っていうところになるんでしょうが、まあまあどうなのかなと。出足はポランコがですね26ホーマー、打率が2割4分2厘、 OPS 0.762 という成績残してホームランを受賞。まあただ彼もね一旦自由契約で、ブロッソーも自由契約ということになっております。まあおそらくブロッソーに関しては対談なのかなっていうふうには思うんですが、まあペルドモ、カスイオ、ポランコ、まあこのあたりはね交渉を続けていくのかどうかっていうところわかんないところではあるんですが、まあともかくですね保留者名簿に残っているのはメルセデスのみ、まあほとんど決まっていない状況ということになっております。まあなんで来シーズンの助っ人、まあペルドモ、カスイオ、ポランコ、まあ彼らが本当どうなるのか、まあタイトルホルダーがね2人いるわけでございますから、まあこの辺は注目されておりますが、まあただそんな中で今回コルデロの話が来ているということになっております。で、実際ですね DV 規定の選手で見ていくとオスナですよね、2018年6月8日に女性に対する暴行容疑で逮捕されて75試合の出場停止処分になっております。で、そこから MLB に復帰してプレーしていたんですが、まあ何やかんやって2022年、途中にロッテ入りということになっております。まあなんで過去ね DV 規定に接触している選手っていうところは、まあロッテはね取っている経歴がある、まあ2018年ということで結構前のねことではあったんですが、まあそれでも過去に前例はあるっていうところでございますので、 DV 規定に引っかかっているコルデロも、まあ取る可能性もゼロではねやっぱないのかなっていうふうに思いますし、まあドミニカウィンターリーグでいい選手をね獲得するっていう動きは近年こう非常に多いのかなっていうふうには思いますので、まあまあその辺含めてもねない話ではないのかなというふうに思いますので、まあリリーフ助っ人の去就っていうところ、まあ仮に獲得できたら大きいだけにこの辺は要注目かなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応を見ていきましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。ペルドモが保留者名簿から外れたけどコルデロが取れるなら実質勝ちでは、本当はペルドモ残った上でコルデロ欲しいけどということで、はい、まあそうですね、先日保留者名簿公示されまして、まあ先ほど見た通りメルセデス以外ね全員自由契約ということになっております。まあ当然ポランコの去就やカスイオの去就っていうのは注目されているんですが、まあ一方でやっぱペルドモですよね。まあ彼がどうなるかっていうところでございます。まあねメジャーでしっかり実績ある中連れてきて、まあ先発リリーフどっちもできるっていうところであったんですが、まあリリーバーに据えてそれがハマってタイトルも受賞。まあ当然ね来シーズンも契約延長ってところではあるんですが、まあまあやっぱなかなか契約がまとまんないぜっていうところもあるのかな。まあ MLB から注目も集まっているっていうふうに聞いてますし、そもそも今シーズンの年俸も高いですよね。130万ドル。頭プラス出来高で50万ドルね、あるっていうふうにも言われております。まあ出来高の内容がね、わかんないので何と思ってるところではあるんですが、まあ仮に満額であれば180万ドルになりますので、今年言っても 2.6 億円ぐらいになっております。まあ先発ならってところではあるんですけど、やっぱリリーバーにこの金額っていうのは結構ですよね。
まあ、今年ですらこの金額ではあるんですが、やっぱまあまあタイトルホルダー来シーズンの契約となればさらに年俸っていうのがね上がる可能性が高い。まあ正直ねこれ以上リリーバーに高い金額を払うっていうのは厳しそうな感じもいたしますんで、まあであればね正直ペルドモに関しては来シーズン契約結ばなくても仕方ない感じはするんですけどね。ただそうなればねしっかりと違うリリーバーっていうところ連れてきてほしいなってところではあるんですが、まあ今回話が出てきたコルデロ、まあ正直ですね彼であればペルドモ以上のね働きをしてくれる可能性も全然ありますし、もう無双できる可能性もあるんですよね。まあそう考えればペルドモ出ていく可能性があるんでしょうが、まあまあコルデロが来てくれるなら別にいいよねみたいなね感じにもなるのかなっていうふうに思いますし、まあもしねコルデロが来るとしたらペルドモ対談、まああとはカスティーヨをどうするかっていうところにもなってくるとは思うんですが、まあなんとなくね来季の布陣が見えてくるのかなっていうふうに思いますが、でこちら見ていきましょう。パワハラ話題の NPB に DV 投入するファイティングスタイルということで、はい。でまあ一方でねこう DV 案件というところでございます。まあ DV でね試合出れない期間っていうのはもうね挙げておりまして、でまあドミニカウィンターリーグでもね、まあ、実戦復帰して実戦感覚っていうのは問題ないとは思うんですが、まあまあただやっぱね今シーズン起きた問題っていうところもありますし、その辺は大丈夫なのっていう感じもしますよね。まあ結局バウアーもオスナもですね数年前に起こしたことで、まあ、ちょっとね期間上げてこっち来たって感じはあるんですが、まあただ今回のコルデロに関してはまあ割と直近ということになっております。今現在ねちょっとまあ安楽選手の問題でパワハラっていうところが取り上げられておりますし、まあちょっとねその辺のコンプライアンスっていうところどこもですね敏感にはなっているとは思うんですよね。なんでそれで大丈夫かっていうところはあるんですが、まあこの辺はまあどうなんですかね、いろいろ調査して連れてくるとは思いますし、まあ関係なく取ってきそうな感じもするんですが、まあただもしかしてこう取ってくる予定ではあったけど、ちょっとまあこう安楽選手の問題とか出てきたんで流れてしまうみたいなね可能性もまあゼロではないんで、まあどうなのかなっていうふうには思うんですが、まあまあただバウアーやオスナで、まあ今回のコルデロが来ればね DV 規定に引っかかった選手が NPB にっていう流れがもうほんと確立されてくるっていうところはあるんで、複雑な感じもありますが、まあどうなのかなと。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。